今から経済産業委員会を開会いたします政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします経済産業貿易及び公正取引等に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長三浦貴俊君ほか25名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することにご異議ございませんか ご異議ないと認め採用決定いたします経済産業貿易及び公正取引等に関する調査のうち経済産業行政等の基本政策に関する件及び公正取引委員会の業務に関する件を議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います委員長青山茂春君皆様おはようございますおはようございます いつも通り通り党略のためでなく国益のためにこそ質問いたしたいと思いますまずウクライナであります国会質問があまり冗長的になってはいけませんけれども私はチェルノブイリの調査も含めてキーフのドニュプガルガのほとりに立ったときにいかにチェルノブイリが人に近いかウクライナの人々がいかに 脅かされてきたかというののを実感しましまたのでその思い出も含めて今、27人以上の子どもたちが戦争で惨殺され、傷ついた子どもの数はまだ数えようがないです。僕は3度丸腰で戦地に行きましたけれども、戦争被害で子どもが殺されたときの、 あえて申しますがご遺体の様子も含めあまりにも無残なことが起きていると言わざるを得ませんこのウクライナあえてウクライナ戦争とも呼びますがウクライナ戦争で浮き彫りになったことは大きく二つあると考えています一つは独裁主義がいかに恐ろしいものかということですこれを最近では権威主義とはっきりもせばごまかして呼んだり あるいは隣の中国から、この中国の政治システムがいかに優秀かという話も、日本にしきりに一種のプロパガンダとしても流されてきますけれども、独裁主義というのは本当はたった一人のディクテイラー、独裁者が間違っただけで、このような悲劇を生むということを、私たちはアジアの民主主義のリーダーの日本として、改めて肝に見えずるべきだと考えますすもう一つが今日のの質問ででありますエネルギー危機です。 今回、欧州でこのロシアによるウクライナ侵略によって、一番追い込まれているのが、実はドイツです。ドイツはご存じのとおり、まもなくその日がやってくる来ます、3月11日が来ます、私たちの福島原子力災害を一番強く受け止めて、いわば強く受け止めて、今年年末までには原発を全廃する予定でした。 で基本的には再生可能エネルギー中心のドイツということに建前はなっているんですけれども、実際、えー、僕はドイツのエネルギー当局、あるいは環境当局と日常的に議論をしておりますけれども、再生可能エネルギーを使ってみたところ、やはり電源として非常に不安定で、したがってロシアからの天然ガス、そして実は原油も多いんですよね、ドイツは、ロシアからの輸入が。 そういういわば旧来型のエネルギーに依存せざるをえないできたとで、そのロシアからの資源輸入を止めなきゃいけない事態に立ち入って、ドイツは今、苦境にありまして、えー、昨日のバイデン大統領と英独仏のオンラインのビデオ会談でも、報道はされてませんけれども、私が測発する限りでは、ドイツと アメリカのの間に意見の違いもあったとつまりドイツはまあショルツ首相が責任を持って、ロシアからの資源輸入が耐えてしまうと、ドイツはやっていけないということをバイデン大統領にも申されたそうです。あくまで未確認の情報でありますけれども、そういう状況を考えますと、このウクライナの問題で、経済産業省をはじめとする政府は、 はっきり言って相変わらず、再生可能エネルギーを今後、注力していきますということしかおっしゃらないという印象を専門家の端くれとして持っております。再生可能エネルギーがいかに大事かということは、もうすでに論を待ちませんが、しかし、エネルギーはどの時代にあってもベストミックスがほとんどすべてでありまして、再生可能エネルギーだけが万能かのような言いぶりというのは、 このウクライナ戦争を機に、日本政府は大いに自らを顧みて、私たちの自由民主党も政府に対する意見を申さなきゃいけないと思っております。今日はそのことに集中して質問いたしたいと思います。ところで、この冷たい雨の中、そして感染症対策で人数が制限されている中、傍聴に来ていただいた主権者、国民の皆様、ありがとうございます。さて、質問を続けます。 ちょっとこの委員会で、住民主党の部会のことを申し上げて、えー、申し訳ないんですけれども、えー、先ごろの住民主党の関係部会におきまして、えー、資源エネルギー庁から、まあ、はっきり言うと珍しく明瞭な説明がありました。珍しくって失礼ですね。えー、志を感じるところの明瞭な説明がありました。その僕は記者出身なので、正確にメモしましたけど、その言葉の通りに、皆様にご紹介すれば、 LNG の用途は発電と都市ガスであると、で従って欠かすことができないとで、備蓄は2週間しかありませんと、備蓄を使って足りなくなれば、高値であっても、オーストラリアや中東からスポット買いをしますとで、それで乗り切れますという説明がありました、まず政府参考人にお聞きします、この説明で今もよろしいでしょうか資源エネルギー庁、貞光資源燃料部長。 お答え申し上げます、えー、あの外交部会で発言をした資源エネルギー庁の担当者にも確認したところ、えー、確かにそのような説明をさせていただいているところでございますけれども、えーまあ、せっかくのご質問ですので、誤解を招かないように若干の補足説明をさせていただければと思います。ロシアのウクライナ侵略に対する G7 の制裁強化、さらには欧米メジャーのロシアでのエネルギー事業からの撤退表明などにより、ロシアからのエネルギー資源輸入のリスクが高まっている。 こことこれは事実でございます G7 をはじめとする国際社会による対ロ制裁強化に伴う影響については、現時点では直ちにロシアからの LNG 輸入が途絶することは考えておりませんけれども、事態は刻々と変化しておりまして、不測の事態に備えて官民連携して万全の対策を取る必要がございます。具体的には 電力、ガス会社におきましては、すでに正確には2、3週間程度の在庫を有しております、えー、おりますけれども、あらゆる可能性も視野に入れまして、えー、先ほどあのご質問にもあれましたスポットマーケットですね、これも、えー、オーストラリア、中東に加えて、まあ、米国などからの調達も考えられます。スポッットトマーケットからの代替調達に加えて えー、さらには事業者間の融通などです、ね、あらゆる手段を講じて、安定供給の確保に全力を尽くしていく必要があるというふうに認識してございます、はい、青山君、はい。今のご説明は、現時点では客観的公平な説明であったと思います。今、備蓄量を最大では3週間というのをおっしゃいましたが、不詳、私なりに調べても、やはりそういうことであると思います。たただだしし最大ででではとというこすすけれどもただしですね もうあの、お聞きの方、皆さんお気づきのとおり、これは要は緊急対応ですね。で、今回、ウクライナの問題は私たちに教えているのは、こういう危機はいつだって起こりうるのが、特に現代の兵器の発達した世界であるということです。でしたがって、緊急対応じゃない根源的な対策が練られなければいけません。その第一は 自前のの資源の確保であると考えておりますこの委員会でも長年、長年でもないですけど、任期中の6年いっぱい、それを申し上げてきたわけですけど改めてそれを一緒に考えたいんですが、えー、僕は政治記者のときに、国会議員にいくつかあきれましたけれども、すみません、えー、そのうちの一つは、どの党も質問の最初に、日本は資源のない国でありますからとおっしゃるんですね。 でその後その議員の方にお目にかかって、まあ、当時記者ですから、その資源というのはどの資源ですかって言ったらえ、資源は資源じゃないですかと言われるんですね。これ違います。資源は大きく分けて、陸上産出と海洋産出の資源があって、当然、陸上から人間は取り出します。海の中の資源というのは取り出しにくい、当たり前のことですから。ところがそれれを考えれば 日本が資源がない、あるいは乏しいというのは、あくまで陸上産出の話であって、まず海の広さは皆さんご存じのとおり、国連加盟国だけで193カ国もある世界の中で、第6位の広さを持っていますし、深度、深さもです、ね、日本海溝が象徴しますように、まあ、深い、深いということは表面積が広いですから、その表面積を利用して掘削できる海底資源も多いことが、 想像されるわけです今、何を申したかと言いますと、陸上産出で資源が乏しい日本が海洋産出の資源、そこに視点を変えると、突然、日本は隠れた資源大国に実はなっていて、それは世界では常識なわけです、でそれがいまだ日本では常識でないということは、私たち国会議員の責任が一番重いと思いますけれども、経済産業省、政府におかれても大きな責任があると思います。 このことについての萩生田大臣の見解をお尋ねします萩生田国務大臣日本周辺海域にはメタンハイドレートですとか、レアメタルなどの資源が存在しており、例えば静岡県沖から和歌山県沖に広がる東部南海トラフ海域において、日本の天然ガス消費量の約10年分に相当するメタンハイドレートの存在が推定されております。 また、伊豆・小笠原海域や沖縄海域では、海底熱水交渉、南鳥島周辺海域では、コバルトリッチクラストやレアアースデイの付存が期待されています。このため、現在、こうした海洋資源の生産技術の開発や、より正確な資源量の評価について取り組んでいるところであります。今後ともエネルギー基本計画および海洋基本計画などで定めた目標に向け、 官民で連携を深め、海洋、国産資源の開発、利用の実現にしっかり取り組んでいかなくてはならないと思っております青山君。今、大臣からは、海洋資源については日本は資源大国、隠れた資源大国ってお言葉は、キーワードはいただけませんでしたが、そういう趣旨を述べていただいたと理解します。 でえ先ほどその海洋資源は取りにくいって話をいたしましたけれども、もう少し噛み砕いて言うと、まあ、当たり前ですけど、人間は海の中で呼吸ができない、それだけではなくてですね、今、僕ら1気圧の世界にいますけれども、実際に潜水をして、あるいは研究調査船で潜るやつに乗ったりしますと、もう水圧の恐ろしさに身が縮むわけですよね。でそのの水圧に勝てないので 資源ががあることは分かっても手が出せないででたわけです今、大臣がおっしゃってくださったメタンハイドレートは比較的、まだ震度が浅いといえば浅いですけれども、もっと深海底でいうと、南鳥島周辺のレアアースデー、このレアアースデーは5000メートルの深さにありますから、とてもじゃないけれども、結局は取ることできないんだという話だったわけです。ところが最近はロボティクス ロボット技術の発達によって、海の中でも AUV、そして ROV、AUV は自分で動くやつ、ROV はリモートで動くやつですけれども、それによって局面が一変しています、でこのことについても、萩生田大臣、僕は大臣がこの経産委員会で、紙を見ずにですね、お話になることの内容の豊かさにかつて最近、感動しましたので、 いいかできれば大かのいや、みんなそうだと思うんですよね、はい、紙を読まれる大臣は日本にはたくさんいらっしゃるけれども、海外では紙を見ないで話す大臣も多いですから、ぜひ、まずこの局面が変わったんだと、ロボティクスを正確に考えたら、局面が変わっているということについて、大臣の見解をお願いします萩生田大臣。今紙を見ないででと言われたんですが あの間違えるといけないんで、あの確認し、海洋資源開発においてです、ね、深海点における資源の有無や広がりを調べる上で、有望海域を抽出するための精密地形調査や、サンプリングに、今先生おっしゃった AUV ですとか ROV を用いることにより、精度の高い調査が可能となっております。でこのため、現在、ジョグメックでは、水深3000メートル級に対応する AUV や ROV を用いて、日本近海の資源調査を始めているところでございます。 また、あの内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムでも、複数の AUV を同時に運用することにより、さらに効率的に海の中を調査できるシステムの開発が行われると承知しております。あの私、つい、昨年まであのジョグメックの所管大臣でございましてあの、ご指摘のようなツールは持っているのは事実なんですけれど、やっぱり3000メートルあるいは5000メートル、深海6500では6500メートルまで潜れるんですが、 海底内での水圧に耐えるだけのロボットを開発するっていう、この技術もまた難しくて、地上の上では上手にこう掘削をしたり、持ち上げたりすることはできるんですけど、潮の流れがあったり、水圧がある中で、果たしてその我々が理想とするような作業が5000メートルの海底でできるかっていうのは、まだ研究段階でありまして、そういう意味では実用化にはやや時間がかかると思います。ししししかか問題意識としては先生がおっしゃっっゃたようににに資源がせっかく日本海域にあるのに それをぼーっといつまでも見てるのかと言われればです、ね、ここはもうチャレンジするときが来てると思っておりますので、これはあの関係省庁と連携しながら、リーダーシップを発揮して、前に進んでいきたいと思っております青山君、はい。私たちの期待に応えていただき、紙を見ないで話していただきました、後半部分ですね。で特に自由発言として、大臣の職責の上えで発言されたことには、いくつかポイントがありまして。 今、大臣はあえて調査とおっしゃって、えー、そしてこの資源を取るということについて、陸上のように自由にやることには、かなりのまだ課題があるとおっしゃったのは、あその通りです、その通りですが、あのー、私自身のお、まあ、研究者たちと一緒の経験でもです、ねえー、例えば、あ特に、ね、お話ししたいのは AUV なんですが、一瞬、英語になっても申し訳ないですけど、AUV の A は、オタナマスですね。 自分で考えて動きますとで、自分で考えて動いて、例えばレアアスジのところ行って、えー、マニピュレーラー、要するに腕ですね、その腕の動きがですね、かつては5000メートルの水圧だと腕なんか動かないと思ってたのが、これ結構動くということが分かってきました。そういう意味では、大臣のおっしゃった認識は非常に正しいんですけれども、できれば、その技術的課題を克服するためにより積極的になっていただきたいという願いがあるわけです。そそれからその その例えば、マニュピュレーターって人口の腕ですけど、その腕の先にある日本の海底のレアアースデーの純度は、中国の陸上産のもののおよそ200倍です、そのことを考えれば、今まで自前資源というけど、コストがかかるから、とりあえず買いましょうということになってたんですけども、その発想を転換して、自前資源の値打ち、ウクライナ危機を含めて考えれば、コストを投じるだけの意味があると思うんですが、そのことについて、 ちょっと事前通告よりも話が膨らんでいますけれども、大臣の見解を改めてお聞きしたいと思います、その際に、AUV の可能性についてできればおっしゃっていただければといいますのは、レアアステだけでなくて、コバルトリッチクラスト、満ン,ン段階、それから熱水交渉、熱水交渉の中のところに金どうですね、これ全部、ハイテクノロジーに必要な資源がずらりと日本は揃っていて、やがては、 いわばこういう資源の輸出大国にもなる可能性がメタンハイドレートだけじゃなくて、あると思います。このことについての大臣の見解、再びお願いします萩生田大臣。あの先ほど私、すみません、所管のジョグメックって申し上げたんですけど、今、所管がジョグメックで、かつてはジョ,ジョムスティックの所管だったんです、失礼しました。あの海底、深海底における資源の有無や広がりを法律的に調べる上で、 音波などで精密地形調査を行う AUV を用いた調査は非常に有効だと私も思っております。で我が国でもこれまでに AUV を有効に活用し、平成27年1月に、えー、ジョグメックが沖縄県の久米島沖の海底熱水、えー、熱水交渉のですね、ゴンドウサイトを発見した実績もございます。AUV の技術発展により、深海底における鉱物資源を効率的に調査できるようになりましたが、あくまでも調査でありまして、 海底で鉱石を掘って、連続的に引き上げるといった商業生産にはまだ技術的な課題がございます。あの実は私あの、オリンピック・パラリンピックの組織委員会の理事を長く務めまして、あの当初ですね、えー、東京近郊の海底にある金銀銅でメダルを作ろうっていうんで、江戸前、えー、メダルを作るっていうプロジェクトを始めたんですね。で、今、先生がおっしゃったように、私もその、えー、学者の皆さんとはですね、 これ、技術的にやれるじゃないかと、やってみようじゃないかということで、お話したんですけど、やっぱりあの海底の中っていうのは、非常にやっぱり想像を超える様の流れがあったり、圧があったり、先ほど申し上げたことがあります、AUV もあの日々進化してますから、可能性はどんどん上がってると思いますから、決して諦めませんけれど、あの今、この調査段階でしっかりとした海底資源の確,保確認ができれば、ですね、あのこのロボット技術をさらに進めてですね、 実際に掘削作業に入っていくということが必要だと思ってましてあの、ぜひそこは先ほど申し上げましたとおり、チャレンジをしたいと思ってます、政府を挙げて、しっかり前に進んでいきたいと思っています青山君。ちょっと大臣に甘えるように、この通告よりちょっと幅が広がっていて、申し訳ないと思うんですけど今お答えいただいた中にも、大事なポイントがやはり含まれています。AOV は自分でで、考えるのでお腹が空いたたと思ったら、 海底内に設置したあ充電ターミナルに行って、お腹いっぱいになってもう一度動いてくれるという優れものですよね、しかし、今、中国製が世界に出てきてますけれども、私たちはあえてアメリカの研究所と連携して、アメリカ製を使うんですけど、当然、これ、国産化いたしたいわけです。で、国産化した AUV で、えー、このさっき言いました、自分でお腹を満たすというものまで進んでいくと、これも輸出できますよね。 その件についての大臣の見解と、ですねそれからもう1点、先ほどジョグメックとジャムステックのお話をなさいました、これ、実は私は民間の専門家のときから、今、国会議員になっても痛感するのは、やっぱり縦割りの論理が働いていて、文科省系のジャムステックと、それから旧通産省、現経産省のジョグメックの住み分け、 で特にこの AUV を使ったあ資源開発のプロジェクトは、SIP、つまり経産省じゃないというのをやっぱどうしても感じるんですね、えそこを両方ご存知の萩生田大臣のいわば良き意味の力技でその、融合していただきたいと思うんです、国産化と融合と、その2点、できればお答え願います萩生田大臣あの繰り返しになりますけど、あの先生のご提案のとおりだと思います。これはもう ロボット技術はですね、日本がこれから目指すべき新しい産業の、まさにエースだというふうに思っております。あの、私、文科大臣時代も高専の皆さんの応援して、ロボコンのコンテスト、毎年行きました。わずか20歳の子たちがですね、4月に出されたお題に合わせて、たった3か月、4か月で素晴らしいロボットを作れる。しかもそれも、一つの設計図じゃなくて、学生たちが考えて、いろんな方向からですね、 目的に向かって課題解決できる技術というのを、若い人たちも持ってます、まさにあのロボット技術は日本の誇る技術でありますし、そこにあのいい素材をしっかりくっつけて、海底でもしっかり作業ができる AV を作るということは、まさにあの日本が目指すべき方向だと思っておりますし、メイドインジャパンの AV で世界の海をしっかり探索し、また掘削できるようにしていきたいと思ってます。で、あの縦割りは私はあんまり感じてないんですけれど、というのは、多分自分がずうずしいからだと思ってまして、 ままだににジェムスティックに対ししてても,ものを申し上げてます先生、ご記憶かどうか、中国船と思われる船が赤サンゴを乱獲してです、ね、そして海底を根こそぎさらった時がありまして、であの時に、こういう時こと、ジェムスティックが持っている数々の海底探査船で、写真を撮るべきじゃないかと、映像を見るべきじゃないかって言ったら、ほとんどの船がなかったんですね。でなでないんんでいいだ言ましたら 結局、購入する金額が高くて、それを維持するためにジャムスティックは何をしているかっていったら、これを世界の研究機関にレンタルして、レンタル料をもらって、船を維持してるんですよ。だから、スーパーカーのオーナーになって、そのスーパーカーを使いたい人に貸して、ですね車庫にはいつも1台もないけど、俺はオーナーだって言ってる、そういうオーナーと同じじゃないかってことで、これ、しっかり金額を上乗せしてですね。 いつでも機動的に調査や研究ができる体制というのを私の時代に作ったつもりでおります、したがって、あのいいツールいっぱい持ってますんでね、あのこのまさしくあの縁あって、文科大臣から経産大臣になりました、あのマスコミの業界用語では、あー閣内に残って違う大臣になることを横滑りっていうんだそうですけど、 萩生田文科大臣、横滑り、横滑りって、すげえ感じ悪いなと思って、<laughs> 就任の記者会見から横っ飛びというふうに私、自称申し上げて仕事をしておりますので、少なくとも今、目の前にあるこの海底の研究探索については、横っ飛びであのしっかり両省をにらんで,で、仕事をしていきたい、そのことはお約束したいと思います委員長青山君えまさしく、党派、党略を超えた頼もしい答弁をいただいたと思っております。 今、話題にしているのは、国産資源と、それから国産技術であります、で今日新潟の森先生もいらして、僕の後に質問なさるんですが、僕は前座ですけれども、この新潟の海にこそ、四、まあ、半世紀、ずっと資源開発でお尋ねをしてまして、これ、天然ガス、今、カタールから例えば買ってますけど、8000キロ、8500キロですよね。 でガスですから、そのまま持ってくると漏れてしまうかもしれないんで、わざわざ液体にして、それを LNG と称して、日本に着いたらまた北に戻すということをやってるから、遠いし、手間かかるし、お金かかって当然だと、で資源がないんだから、しょうがないと、日本国民に思わせて、したがってそこから作る電気は、電気代ものすごく高いし、ガス代も高い、えそこに既得権益が残念ながら住民とを中心にすくっていて、その高い値段ですと、マージンを大きく取れる。値段が、 安くなるとマージンがちっちゃくなる、そういうことを打破しなきゃいけないのがまさしく、党通り党略と関係なく共通した課題だと思ってるわけです。で、その新潟の海ですね、新潟の海、あのいつも通りちょっと僕のすいません、手元を見ていただくと、これがあ佐渡の南ですね、だから佐渡の北じゃなくて、佐渡の南ですから、ものすごい近いんですけど、そこの海底からですね、この柱が立ち上がってるわけですよね。 でこの柱、実はメタンハイドレートっていうのは、メタンハイドレートの話ですけど、メタンは天然ガスの主成分で、ハイドレートって、簡単に言うと、圧力と冷たさで凍ってるもんだと思えばいいんで、その粒々がです、ね、あのガスですから、ひじが小さいので、軽いので、こう上がっていってるわけですよね、これ、全部資源なんですよねで、しかもこの話にはもう一段奥があって、これが海面に近づいていくと、この柱が全部消えていきます、全部です。 で柱は平均でスカイツリーぐらいあります。だからいかに巨大な資源の柱が、新潟の海底に倫理しているか、ちなみに研究船に乗ると、大体徹夜、1週間ぐらい続くんですけど、振り返ると、新潟の,の飲み屋街の明かりが見えるんですよね、誇張でなくてですね、それぐらい近いわけです。だから値段、ものすごく安くなる、でさらに話戻すと、奥が深いって言いましたのは、この消えてるってことは、当然圧力が小さくなって、 太陽の光に熱が届くんで、溶けちゃうわけけですよね。で溶けたメタンはどこいったのか、それは当然海面から蒸発していくんで、その量はまだ正確な測定が私たちの手でも完成はしてないんですけれども、ご承知のとおり、メタンの地球温暖化効果は CO2 の25倍前後ですから、実はこのまま放っておくと、新潟の海を含めて日本海は、 実は地球温暖化にネガティブな意味で貢献してしまっている海で、従ってその柱の途中にです、ね、人工膜を持ってくるだけで、そこに毎日毎日この資源がたまるわけですよねで。しかも海面からの蒸発はなくなるんで、あるいは防げるので、地球温暖化への否定的な効果もなくなる。で上に上げただけで、自然に溶けるだけでもほとんど天然ガスと同じですから、 最小限のの機器変更で今の火力発電所で発電するは、ごめんなさい、天然ガスを使った火力発電は、比較的地球に、環境に優しい発電であるのは、致命の利であります。で、これについて、長年取り組んできまして、そのためにもなりたくなかった国会議員になったわけでありますが、 経産省とよき連携が深まっていきまして、今、経産省は今回の,のウクライナの問題があっても、他の困難があっても、西暦2027年度には商業化に達したいと、この今の柱のことをメタンプルームと呼んでますが、メタンプルームを含めたメタンハドレートの商業化、2027年度、今から数えてわずか5年後です。 それを商業化を目標にしている、商業化っていうのは直ちに実用化ではありません、これは民間に下ろせる工具を開放して、えー、参入する企業を募ってってことができるようになるという意味でありますけれども、しかしこれは世界の資源の専門家にとっても、大ビッグニュースなんですよね、大とビッグは同じですけど、ビッグニュースです。で、この2027年度っていう目標を掲げていることについて、萩生田大臣の見解をお願いします。 萩生田大臣、えー、メタンプルームは、表層型メタンハイドレート事業の一環として、2020年度からの3年間で、メタンプルームの輸出量を測定、推定する海洋調査を実施しているところであります。昨年10月に閣議決定したエネルギー基本計画においても、2027年度までに民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指しておりまして、 前回ののエネルギー基本計画の目標を維持しているところです引き続き可能な限り早期に成果が得られるように技術開発などを推進してまいりたいと思います青山君、はいえー。簡潔なご説明ではありましたが、2027年度の目標は揺らいでないということをこの場で公に,、えー、公に確認できたと考えております。今まで申し上げたことを全部総合すると、日本は実は人類の次の資源の海洋資源。 陸上資源については、その弊害も指摘され、あるいは、不存量、埋蔵量そのものがもう疑問視されるようになり、そしてさっき言いました新潟を中心にした、つまり日本海を主な舞台にしたメタンハイドレートの採取というのは、さっきの膜というのは、例えば東京ドームの膜を実際に作っている太陽工業という、あえて具体名出しますけど、利害関係ありませんので、連携はしてますけど、1円のお金も動いてません。 その太陽工業がすでに我々と協力してて、実際に捕まえてるわけですよね。でそうすると、今まで、えー、夢の世界だった海洋資源について、えー、人類が実用化できる、その意味で、次の時代の日本はなんと資源に関してトップランナーだということですよね。技術的にも僕は全体に、えー、世界のトップランナーだと思っております。えー、萩生田大臣、そのトップランナー,ー、まさしく切り開いていかれるお立場として、どのようにお考えでしょうか。 萩生田大臣あの、まあ、私、あの就任直後からです、ねえー、石油の高騰などが続いておりまして、まあ、正直、偉いときに経済産業大臣になってしまったなというふうにあの心の中では思っていたんですけれど、まあ、逆にここがチャンスだというふうに思ってます、先生ご指摘のように、今までの価値観で進んでいくんじゃなくてです、ね、足元、国内にある資源をしっかり使って、そして自前のエネルギーを確保できる。 自立した国家を目指していく必要があるというふうに思ってまして、そういう意味ではこの海底資源開発、あの今までも研究段階で携わってきましたけど、これを社会実装する、実用化をするっていう、まさにそういうフェーズに来ているというふうに思いますので、こはもう力を込めてやっていきたいなと思っております。あの、幸いにして今、ご紹介いただいたような、大、中、小の企業でですね、さまざまな技術を持った企業が日本国内にはたくさんいますので、そういう皆さんの力を結集すればですね、 はやぶさ2を作ったのと同じように、海底からメタンガスをしっかり、えー、確保して、そしてそれを家庭に使えるような環境を作るということは、決して夢のエネルギーではないという,う思ってますのであの、これは加速して努力をしたい、そう思っております青山君、えー。まさしく、適約の大臣が来ていただいたと、本当に客観的にそう考えております、非常にありがたい、えー、答弁で、えー、感激いたしました、感激2回目ですね。で <laughs> きあの冒頭に、まあえて他国のことで申し訳ないんですけど、ドイツのことを取り上げましたけれども、ドイツをめぐる今の窮状を考えると、もう一つの問題が原子力なんですね、ここは野党の方々と意見が違う点あるかもしれませんけれども、ドイツはさっき言いました通り、原発を全部否定して、えー、僕はドイツの原発、たくさん訪ねて行ってますけど、テロ対策については、まさしくこれは世界のトップランナーですね。 それでもあれだけお金をかけたのに、年末、今年の年末までには全部やめると言ってたのが、このウクライナ侵略によって、どうもそれ無理らしいということを、ドイツ政府の中からも聞くようになりました。しかし、日本もひと事みたいに言ってられなくてですね、えー、福島原子力災害を起こした当事者として、原子力をそれでも苦しみ抜いた挙句にベースロード電源というふうに定義しました。このカタカナ使うのはもういい加減にしてほしいんですけれども、要は土台になる電源ということですよね。 で土台と言いながら、土台をちゃんと再構築しない、つまり再稼働、この言葉も妙な言葉なんですよね。福島原子力災害が起きて、そして原子力が当然問題視されて、厳しい点検に入った、しかし、動いてる原発、そのまま動かしておいて、定期点検、普段通りの点検に入ったら、その後稼働しないというね、そこからもうすでに矛盾してるわけですけど、もう象徴的な例が、女川原発です。 女川原発は福島第一原発の至近距離にありますけれども、被害が皆無で、えそして震災の直後に私が訪れましたら、女川原発の中の体育館に、女川町で一番原発に反対してた方々も、これ、いいんですよ、もちろん、反対は国民の権利です。しかし、その体育館で暮らしておられたんですね。で、お話をお聞きすると、いや、原発が一番安全だと分かったからということだったんですね。 で福島と女川の最大の違いは、何のことはない、防潮堤が高いか低いかだけであって、東北電力は若い社員の意見も受け入れて、いざというときに備え,て備えて防潮堤を高くしてたから、防ぐことができたわけです。その女川、止まったままですよね。で、それ考えますと、そのベースロード電源と言いながら、実は再稼働が進んでいないというのは、政府・与党に大きな責任があると思いますし、もう一点、 福島原子力災害の真相について、私たちは考え直すべきじゃないでしょうか。えー、また偉そうなことを言って申し訳ないんですけど、専門家の端くれで、えー、あの災害進行中の福島第一原発に入った人間は私一人であります。これは亡くなった吉田正夫所長が私を受け入れてくださるときにおっしゃったことで、1000万かほど逃げましたと、もう福島に近づいてくる人がいないと、えー、僕の知り合いでも沖縄県まで行った人もいます。 当時、新幹線に乗ると大きな荷物を持った人であふれてました、一般の人はいいんですけど、専門家も逃げていったわけですね、で逆向きに福島第一原発に入れてくれてきたのは、あなた一人だから入れますということで入りまして、そうすると事故の実相を目の当たりしました、あと6分ですから、そんな詳しい話をできる余裕はありませんけど、驚いたのは、原子炉は壊れてないわけです。 で爆発でみんなショックを受けまして、えー、僕は世界から世界の報道機関からも電話だけじゃなくて、訪ねてこられて聞かれましたけど、あれ、多くはほこりでした、つまり日本は地震国なんで、上がトタン屋根みたいな軽い状態になってるから、そこに溜まってるほこりが、実は原子炉が爆発したんじゃなくて、水素が溜まったために、水蒸気爆発じゃなくて水素爆発ですから、ほこりと一緒に吹き上がって、白い煙になって原発を吹き飛んだみたいに見えたわけです。 実際はメルトダウンも1種類ではなくて、燃料棒が溶けただけです。えー、なんと電源確保しなかったから、これ大きな間違いですけれども、燃料棒が溶けて、えー、そして燃料棒が溶けて、それで床が抜けて、一番軽い放射性物質だけが、ほぼそれだけが環境中に出た、それが放射性要素と放射性セシウムです。放射性要素は8日間でなくなります。セシウムはどうなっているかというと、土中に入ったら粘土層から逃げることはできないので、 今現在の話として、福島の森はすでに再生してて、新しい芽が出たものを大学の先生方が森に入って調べたところ、放射性セシウムのは含まれていないと、したがって森はすでに再生しているのに、誰も森に入れないから、伐採ができないので、光が届かなくて、森がまた違う意味で弱っている、そのことを考えれば、もう大臣に一番お聞きしたいのは端的に、 かつて日本の要望で、IAEA ・国際原子力機関に対して、チェルノブイリと同じ、今問題になっているチェルノブイリと同じレベル7にしたことが、すべての円元にあるわけです。処理水の問題も含めて考えますと、これ、当時、日本の内閣が、当時の内閣が IAEA の事務局にレベル7申請したときに、フローリー事務局長が、チェルノブイリと福島は全く違うじゃないかと、どうしたんだと、びっくりされたこともよく覚えております。 安倍内閣でも、何度言ってもこのことは達成されませんでしたが、萩生田大臣を中心に、まずレベル7の見直し、これを IAEA に要望していただけないでしょうか、お願いします萩生田大臣あの。先生ご指摘のイエスの評価がレベル7であって、これをチェルノブイリと比較して、同じなのかと聞かれると、全く筋が違うことはその通りです。すすななわちこれレベル7まででしかかいもんですから、うん チェルノブイはもっと上があれば8とか9とか10とかにきっといっているものが7なんで、そこに並んでしまっていることによって、国民の皆さんに不安を与えているという尺度としての問題があると思います。一方、i a e はあは独立した機関なので、あの当時のいきさつは私、ちょっと存じ上げないんですけれど、今、この時点でですね、しっかりその廃炉に向かって進んでいる段階で、この尺度を変えてくれということを日本政府が言うことは、 私はっって間違ったメッセージになると思いますあの要は現実として、人体にどう被害があるのかないのか、そして安全性がどう保たれているのか、そのことをきちんと国民の皆さんに伝えていくことのが私は大事かなというふうに思ってますので、あの私の立場で、今言うならば政府の立場で、IAEA にこのレベル7の見直しを求めるということは控えたいと思っております<上>青山君。 残念ながらそこはちょっと僕は意見が違うと思うんですね。i a はむしろ、まあ、当時のいきさあまりよく知らないとおっしゃいましたけど、日本からリクエストがあってレベル7にしたという経緯だったというふうに現場にいて思いましたから、いきなり見直してくれっていうんではもちろんなくて、できれば協議をいただきたいと、切に願います。あと2分ですけれども、最後にですね、このウクライナの問題が暴いたもう一つの時代は、実はサイバーの世界ではとっくに世界体制になっているということです。 トヨタに大きな被害が出まして、そして最後にまた住民、との部会の話をして申し訳ないですけど、このサイバー戦争、サイバーセキュリティの資料が部会で何度か含まれた、え配られたんですけど、必ずトヨタが入ってるんですよね。で、トヨタが例えば外国から攻撃を受けたという断定はもちろんできないわけですけれども、しかし、言えることは、ミスク内閣のサイバーセキュリティセンターが民間に対して頑張って、 防いでくださいねというだけでは全然足りないです、これは当然、官民連携して、新たなセキュリティ体制を作らないといけないと思います。これ最後にに石石井井副副大大臣臣答弁願います石井経済産業副大臣 お答えいたしますご質問ございましたように、サイバー攻撃の手法、これは年々高度化してきております。昨今はサプライチェーン、その中でセキュリティが脆弱な部分、そこが狙わ,れる狙われるようになってきているということでありまして、中小企業を含むサプライチェーン全体でのセキュリティのレベルを上げる、このことが必要であると認識をいたしております。 委員、指示、ご指摘をいただきましたけれども、まさに注意喚起で終わることなく、具体的な対策の強化にしっかりつなげていくということが重要であります。携帯産業省におきましては、サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム、これは産業界指導で設立され,されたわけでありますが、これとの連携によります、業界ごとの取り組みを予後展開していくこと。 また自社サーバーの異常監視、あるいはサイバー攻撃を受けた際の初動対応支援、さらに簡易サイバー保険など、中小企業に必要な対策をワンパッケージでまとめたサイバーセキュリティお助けたいサービスの普及、さらにセキュリティ対策に取り組むことを、ものづくり補助金デジタル枠の申請要件とする、こういったことなどによりますインセンティブの付与。 こういったことの取り組みを進めていくところで、いくということで対応しているわけでございます。ご質問ございました、自動車業界ではございますけれども、業界向けのサイバーセキュリティガイドライン、これを策定されておりまして、これに基づいて、取引き先を含めたサプライチェーン全体でのサイバーセキュリティの対策状況、これを点検する活動を 進められておりますま業界全体で対策強化に取り組まれているところでございましてそのように承知をしているわけでございます経済産業省といたしましてもこうした業界ごとの動きともよく連携をいたしまして産業分野におけるサイバーセキュリティ確保に努めてまいりたいこのように考えております青山君終わります積極答弁ありがとうございました